はい、ごきげんよう、みつけまです。今日もやりまーす。前回のあらすじ、マーカスたちが襲撃したテレビ局を調査することになったハンクとコナー。マーカスたちは不法侵入をしていないことから、従業員アンドロイドに共犯者がいることが判明。従業員アンドロイドを尋問するコナーだったが、反撃に遭い、死にかけてしまう。なんとか復活し、追いかけるも、従業員アンドロイドが銃を手にして逃げようとしていた。ハンクを助けるために、従業員アンドロイドを破壊したのであった。助けを求める。庭を調べる。え、アリスたちどこ行った？みんな？あ、はい、すいません。すいません。戻ります。みんな？ルサ？え、どこ行った？庭。ここに誰かいるね。すみません。こちらにローズさんはいらっしゃいますか？何の用だ？話がしたいんです。それは無理だ。帰ってくれ。無理なんですか？お願い、どうしても会いたいんです。私がローズよ。どんなご用かしら？助けてくれると聞いて。助ける？来なさい。中で話しましょう。この人もアンドロイドなんじゃない？違うかもしれない。はい。え？信用して平気か？信用しない。用心しましょう。危険を感じたらすぐに逃げる。いい？分かった。具合よ。ズラトコの剣があるからね。人間は信用できない、はい。お名前は？アリス。ひどい熱ね。ここ何日か野宿していて、もう限界で。2階に空き部屋があるわ。寝かせてきなさい。食事を持っていくから。アダム、案内してあげて。はい、アダムについていく。はーい、行きましょう。クリスマスなんだね、もうすぐ。そうだよね、コナー死んだの11月7日とかだったかな。悲しい過去だった。はい、入りまーすよ。入ります。失礼します。なんもないの。ベッド。寝寝寝ちなちゃい。あれ？あ？あ、靴を脱がす。アリスの服を脱がせる。自分で脱ぎなさいよ、それぐらい。
かせる。私は平気だよ。国境を越えるんでしょ。私のせいで遅くなるのは嫌。説明する。大丈夫アリス、きっと助けてもらえる。一晩眠れば明日にはカナダにいるはず。約束よ。なんで人間は意地悪なの？悪いことしてないのに。恐怖。きっと怖がっているだけよ。わからないことがあると怖くなるでしょ。お話しするだけじゃダメなの。きっとわかってもらえるよ。楽観的。きっとそのうちわかってもらえる。何が好きかわからなかったけど、とっても美味しいスパゲティを作ってきたわよ。食べればすぐ元気になるはず。解熱剤も用意しておいたわ。ありがとう。これは洗濯しておくわね。おやすみのキッス。ゆっくり寝るのよ。ちょっと下に行ってくるわね。具合悪い時にスパゲッティって結構やるな。これがアメリカか。ゆっくり休めば明日には俺より元気になるさ。ルーサーも仲良しになってる。しばらくそばにいるよ。ありがとうルーサー。スパゲッチ美味しそうなんだよな。お腹空いてきた。ルーサーよろしく。1階は調べられないんですか？いっぱい部屋あるけど。この辺とか。お、特に何もないか。じゃあ下降りるかな。じゃあ調べらんないんだね。謎。はい、ローズと話す。了解です。特にないのかな。あそこになんかある。あなたの名前は？カーラです。この子は息子のアダム。あ、息子だった。私の名前はもう知ってるわよね。ほら座って。カーラ座る。真冬に変異体が女の子を連れて一体何をしているの？慎重に。いろいろと事情が。今はただとにかく全て忘れてやり直したいんです。ん？なぜ？ローズについて。ここにはお二人だけで。2年前に主人が亡くなってね。アダムと二人でやりくりしているの。取れた野菜を市場で売ったりしてね。裕福ではないけれど食べ物には困らないわ。なぜ？普通はアンドロイドを嫌うのになぜ助けてくれるんですか？私たちも価値のない人間だと言われ続けてきたの。周りの助けがあったからこそこうして今生きていられるのよ。ん？助けた兵隊の数。大勢助けてきたんですか？ここ2、3週間だけでも驚くくらい数が増えてるわ。あ、まるで何かが起ころうとしてるみたいに。国境越えを手伝っていると聞きました。助けてください。川を渡るしかないわ。でも冬は川が凍ってる。とても危険よ。それにあのアンドロイドの生命のせいでみんなピリピリしてる。落ち着くまでの間はここに身を隠している方が安全よ。ずっと隠れているわけにも。あの子には普通の暮らしをさせてあげたいんです。
国境を越えないと。何があろうと。お願い、助けてください。ローズ、来てちょうだい。この人もアンドロイド？タッチ。ローズと話した状況を確かめる。黒人だからとかそういう話かな、やっぱり。一体どうしたの？メアリーがシャットダウンしたんだ。え、シャットダウンした、なんで？一緒に逃げてきた。国境を越えたら何をしようかっていつも話してて、愛してた。何よりも愛してたんだ。これからどうすればいい？そっとしておきましょう。アリス。アリス、どうしたの？寝てなきゃダメよ。でも眠くないよ。待つ。おいで、アリス。部屋にいたくないって言ってな。どうしたか？いえ、平気よ。ん？どうしたの、コアラちゃん。ローズに会う。アリスちゃん、パンイチでうるうるするのやめろ。今日あんな事件があったばかりだっていうのに、危険すぎるだろ。警察がここで奴らを見つけたらどうする？刑務所行きだぞ。分かってるのか？刑務所。アダム、それについてはもう話したでしょ。いや、もう黙っちゃいられない。人生が台無しになっちまうんだぞ。機械のために。機械じゃないと言っているでしょ。生きているのよ。生きてるのは俺たちだ。あいつらは違うだろう。父さんが生きていればこんなことにはならなかった。アダム、親に向かってなんて口を聞くの。あいつらをかくまったせいで刑務所に行くなんて真っ平だ。いい加減にしなさい。もうやめて。気にしないで。たまにああやって爆発するのよ。父親が亡くなってからは特にね。でも悪い子じゃないのよ。今晩国境を越えられるよう準備しましょう。いい？待ってて、すぐに戻るわ。はい、ローズを待つ中、周囲を確かめる。あー、ここなんなん、ちょっと空いてるとこ。あ、ブルーブラッドだ。調べる。パパ、字は見る。え？
は？なんかないの？なんもないの？鳥っぽいね。つける。アンドロイドがデトロイト市内にあるストラトフォードタワーの放送局を襲撃し、要求としか言いようのないビデオ声明を録画し放送するという事件が発生し、国民に大きな衝撃を与えています。果たしてこの襲撃は動作不良によって引き起こされたのか、あるいは何らかの組織の仕業なのか、今のところサイバーライフはコメントを拒否しています。サイバーライフは何も言ってないんだ。アリスの様子を見る。あ、ここにもなんかある。これあれじゃん、お洋服じゃん。本があります。センチュリー、第三次世界大戦、勝つのはどの国か。ああ、絶好のチャンス、今ならたったの800ドル。え、これカーラじゃん。あ、警察だ、警察が来た。やべえ、殺だ。兵隊の痕跡を見つける。あ、これ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 、どうしたらいい。これ全部バレちまうぞ。隠す。ドアを開けないと。ちょっと待って。いつかこうなると思ってた。あとは、あ、ブルーブラック。言っただろ。待って。あとここ。隠す。あとはまだ大丈夫。あと1個どこ。あと26秒ある。まだ大丈夫。あとはアリスを隠す。あ、これじゃね。これ隠す。これで全部いけた。 OK、 ドア開けます。アリス、急いでルーサー、アリスを連れて。2階に行こう。アリス、オッケー、安心させる。あ、待って、ドア開ける。開けます。こんばんは、お邪魔してすみません。アンドロイドの目撃情報がありましてね。ここのところ変異体の事件が多いでしょ。いくつか質問いいですか。はい。入っても？もちろん。隠したよ全部。こんばんは。こんばんは。なんじゃよ。コーヒー入れましょうか。ぜひ。何か変わったことはありませんでしたか、突然の訪問者とか。いえ、訪問者、コーヒーを入れる。お二人の他に誰か。娘。私の娘が今2階で寝ています。入れます。どうぞ。お宅にアンドロイドはいますか。いえ、アンドロイドはいません。飲まんのけ？ほれ、早く飲めや。飲まんのけ？人んちジロジロ見てんじゃねえぞ。コーヒーは？
ねえ、ほら入れたよ、コーヒー。何したらいいのこれ。疑われないようにする。警戒レベル10。わ、これでも全部隠したよね。大丈夫大丈夫。うわ、何？うん、お嬢さんが起きたようですね。そうだねそうだね、言っといてよかった、お嬢さんいるってれよ。君の名前は？アダム。アダムと言います。どうかしたのかい、アダム。警察来たらこうなるよ、誰でも。アンドロイドが疲れてる。疲れてるんです。一日中庭で作業してて。何か変異体の情報はあるかな？見かけたことは？いえ。いえ。見たことはありません。そろそろ行きます。コーヒーどうも。よかった、帰れ。おやすみ。およ。誰かいるんですか？洗濯機。ああ、あれは洗濯機ですよ。古い機種だからうるさくって。それじゃあお邪魔しました。はい、帰れ。失礼します。おやすみなさい。ふぃー、危ねえ。帰ったな。よかった。大丈夫よアリス、もう平気だから。完全犯罪です。ローズだ。危ねえ。出発する準備を。はい。今夜出ましょう。ついに国境越えします。カナダに行きます。わあ、焦った。はい。見ましょう。なんか他にあんの？警察の相手をする。ここで見つかってたらどうなったんだろうね。よかった。無事でした。はい。ということで、今回はここまで。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と Twitter のフォローよろしくお願いします。バイバーイ。